こちらの方が商品展開一番答えるといわれております。新しいものになります。こちらの輸送パネル使いながら、いかに実施システム全体としての商品原理を下げていくか、商品の技術、これ輸送に限りませんけれども、その液晶の薄型技術、軽油化技術、構成材技術、こういったところも使いますので、こういったところをうまく取り込みながら、ダイナミックのシステム全体での軽油化、検討化、そして構成量化、こういったところを測ってまいりました。 2つ目のご質問の海外の再展開ということでございますけれども、12月の3日に経営方針の説明の一環として、成長戦略の一環として、海外でももう一度プレゼンスを上げていきたいというご説明をしてございます。当然のことながら、ラインナップの拡充ということが、これのエンジンになりますので、今回の新商品も含めてですね、 グローバル展開、これは考えております。ご指摘の通りで、今回、先ほど説明した通りに、特に説明というとで、確かに、おっしゃったように、タッチとですね、リングには、このモデルは難しいところがあります。ワイヤーアンテナの下に、LTアンテナとしても首から上に上げてもらって、 技術的な問題がありまして、ちょっとNT-Tabは難しい問題になります。ただし、キーボードに関してはですね、キーボードのレイアウトも新しい、UCUK のキーボードを起こせば、そこは大丈夫なので、先ほど角度からおっしゃいましたように、NT モデルでなくても、今、セスンの発表もやはりこういった軽量化モデル、モビリティとしてやはり非常に高い評価をいただいておりますので、 北米、ヨーロッパを中心にですね、LTEなしでも十分売っていきたいという声が上がってきてますので、キーボードを開発してですね、海外のさらに拡大を違った形でですね、大人気なものとなります。はい、じゃあ私の方から、商品実際に手に触れて見ていただくと分かると。 本当にですね、私も最初に持った時に、すごい驚いたぐらいでして、もうその軽さがまず第一番、それからそれに加えてですね、先ほど商品の紹介にもございましたけれども、軽量性というものがございますので、本当に私のようにですね、常にいろんなところに出かけて、その先に PC を持っていくと。 いうような、ユーザーにはですね、本当に最適なものだと思います。しかも、拡張性というところを一切生じてないというところがありますので、いろんなところでですね、ガンの接続ですとか、それから、モニター次第とか、いろいろそういうシチュエーションがあるわけですけれども、そういった、忙しく、いろんなところをですね、ジャック、ビジネスユーザーの方にはですね、まず第一に、使っていただきたいと、私個人的に思っております。 今回、シャンプーと一緒になって最初の大きな発表ということで、まあ、水素パネルを採用するという形で、技術的にもコラボレーションもできましたし、実現できましたし、もともと我々が求めてきた、軽い、堅牢といったところで、多くの皆さんのですね、ライフスタイルですとか、 働き方改革、これを指数マシンが、シャープとのコラボで第一弾できたなという思いで、これ非常に私を嬉しく思っています。10月以降ですね、シャープと一緒になって技術的なコラボですとか、それから今後はですね、販売面の市内、これは前ご説明しましたけれども、こういうことを通じて、シャープグループとしての
最大限のサポートをですね、共有できる体制が整いつつありますので、まあ、今後もですね、ダイアンドックのブランド、長く使ってくださったユーザーさんに対してですね、まあ、恩返しの意味も含めて、いい商品を出していきたいと思っています。生産についてはですね、これも12月の3日にご説明いたしましたけれども、我々森本のハブはですね、中国の貴州にある工場でございますけれども、まあ、今後はですね、ビジネスの拡張性ですとか、一箇所に持っていることのリスクを考えて、本杯シャープグループと生産面の提携ということについてはいろいろに考えていきたいと思っています。あとコスト面についてはですね、ちょっと何パーセントこれが下がったというところを具体的にお答えできませんけれども、再編が何かもその直後から双方の調達のチームを作りまして、VA、CR 活動をどんどん取り込んでございまして、このモデルだけではなくて全体としてでもですね、CR の意味の効果というのが実現しているという状況になっております。サービスにつきましては、もともと日本の法人向けのお客様を中心にですね、ライフサイクルマネジメントですとか、商品の導入から運用まで一括して受けようようなサービスですとか、最近ですと Windows 10への移行に関するセミナーですとかコンサルティング、それから実際の移行のサービスといったものを充実させてございます。で、これをですね、海外にも展開していくという説明をしたと思いますけれども、一部はですね、欧米の現行でどういうメニューでやっていいかという検討も始まってございますので、もともとはダイナモックハードウェアの、ブランドとしてスタートいたしましたけれども、やっぱり人に寄り添い人のお役に立てるという意味では、サービスを一体化していくことで事業を強めたいということで、これを進めていきたいと思っております。柳さんはですね、弊社のその社外取締役という立場でございますので、いろんな幅広い見地からですね、アドバイスをいただくというのが我々の柳さんに対する期待になっております。ですから特定の商品を販売するためにですね、公表していただくとかそういったことは特には期待をしておりません。それで採用の経緯ですけれども、これはちょっと、我々としてはですね、公表を控えておりますので、ただ12月の1日の時点でですね、社外取締役にご縁があって就任をしていただいたということでございます。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もできればお願いいたします。